ベルツ廃球中は、廃球中かプラガニマス属に属する球中の一種であり、廃ュ中症の病原体。ベルツにより発見され、ウェステルマン廃球中として分類されていたものであるが、宮崎によって三倍体であり、単ため生殖を行うことから別種であると提唱された。ただし研究者によっては、同種として扱うことも多い。本文では、 本種を、ウェステルマン廃球中とは、別種として扱うこととする。日本、台湾を含む東アジアに広く生息する。体長10から12ミリメートル、体幅5から7ミリメートル、厚さ3から5ミリメートルの平たい卵型で、ウェステルマン廃球中と比較してやや大型。ベ紅色を呈する。腹面は扁平で背面は丸みを帯び、後部と腹部に一つずつ吸盤がある。 成虫は、大型哺乳類の体内で農法を作り、単ため生殖を行う。ウェステルマン廃虚中は1878年に、オランダにおいて死亡した動物園の虎から発見されたもので、動物園長のピーター・ウェステルマンに懸命されジストマ、ウェスターメイニーとされたものであった。その後に、ジストマ族は巨大であるため親族プラガニマスを分離し、この種は、 プラガニマスウェスターメイニーとされた。人間への感染は、八百七十八年、東京にて、ベレッツによりの拡欠患者の核胆内から中卵が、発見されたものが最初であるが、この時点では、クレガリナと同定された。八百七十九年、リンジャーにより、台湾にて人体より生体が発見され、パトリック・マンソンとスペンサー・コボルドにより、ジスト・マリンゲリと分類され、 後にプラガニマスプルマナリスと同定された。その後1978年、宮崎により日本産のウエステルマンチューとされたものが3媒体であり、タンたタめ生殖を行うため、ウエステルマンチューとは別種とした上で、ベレツに懸命し、ベルツチューが提唱され、同年に鈴木らにより優勢生殖を行う2媒体が発見された。これをもって、 宮崎らは2倍体が本来のウェステルマン配給中であり、改めて3倍体は別種とすることが適切であると提唱したものである。本種がウェステルマン配給中と異なるのは主に第二中間宿種の傾向である。本種は主に淡水酸化にである木ズガニ、中国木ズガニを第二中間宿種とする。また日本ザリガニ、朝鮮ザリガニ、アメリカザリガニも 第二中間宿主となることが知られている。一方、二倍体である、ウェステルマンハ廃球中和は同じく炭水カニである、サワガニに感染することが多い。例外的に、沖縄県では、木ガニから、ウェステルマンハ廃球中が発見されることがある。本種は、単ため生殖であるため、農法内には単体で存在し、最終宿主として人、犬、猫を公的宿主とする傾向がある。 一方のウェステルマン配給中は、有性生殖のため脳胞内にはペアで存在し、最終縮手としてたぬき、キツネ、犬、猿を好む傾向がある。また、最終縮手の体内において、本種は排湿質に虫脳を作ることから、チョコレート状の血端が出ることが多いが、ウェステルマン配給中は強硬に虫脳を作り、自然気境、強水貯留、共通が、 主な症状であることが多い。肺吸中の生活感本種の生活感及び、形態は、ウェステルマン肺吸中と類似している。卵は、温暖、湿潤な環境下にあると2週間程度で卵内に、ミラシジウムを形成して孵化し、第一中間宿主である炭水酸巻貝に感染し、スポロシスト陽性となり、その体内の肺細胞が発育し、レジア陽性を形成する。 レジアはスポロシストから脱出すると、その体内に大量の娘レジアを作り、やがて娘レジアは体内に大量のセルカリア陽性を形成する。セルカリアは第二中間宿主である炭水酸カニに移動し、その体内で最終宿主に対する感染力を持つメタセルカリアとなる。移動は海から離脱した陽性による経費感染やカニによる宿主の捕食により行われる。 また、イノシシやブタが、第二中間宿主を捕食することでその体内に移動。メタセルカリアの状態のまま筋肉内に移行して、発育も繁殖もしない状態になる。この状態における宿主を、待機宿主と呼ぶ。最終宿主である大型哺乳類への移動は、第二中間宿主、または待機宿主の生殖によって行われる。最終宿主の十二市町内で脱納したメタセルカリアは、 腸壁を先行し、筋肉を経由して腹腔に至り、横隔膜を通り強行、肺に侵入する。肺に侵入した、メタセルカリアは脳胞を作り、成虫となる。本種の成虫は、ンため生殖により繁殖する。卵は、宿主の拡短により、直接体外に排出されるか、再度塩化されることで糞便として排出される。虫体は、 最終宿主の体内各所に命入することがあり、寄生する場所により、症状もば様々となる。時折脳に侵入することがあり、その場合は、頭痛、痙攣、麻痺等の脳腫瘍に似た症状が発生し、死に至ることがある。厚生省、食品衛生調査会食中毒部、会食中毒サーベイランス分科会にて、食品売科の寄生中疾患対策に関する、 検討が行われた結果、本種を含む配給中は、その他の食品により感染するものとして、特に対策が必要な規制全中重種のうちの一つとして挙げられている。メタセルカリアが感染した二次宿主のほか、大気宿主の筋肉は、生殖を避け、必ず火を通すことまた、本種が感染した生物を調理した、調理器具からの感染も注意すべき点として挙げられている。 炭水酸化ニやザリガニ、イノシシ肉等、本種に感染していた可能性があるものを調理した調理器具は十分に洗浄する必要がある。ありがとうございます。